風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才の目次第。映画ワクトの看板背負って歩いてみせますキネマの天地。そう、奴の名はザ・シネマハスラー。ハスラー、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 はい、時刻は間もなく10時1分になろうかというところです。 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしておりますライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。ここからは毎週サイコロを振って見に行く映画を決め、過去の名作のリメイクだって言うときはガンガン言うよ、かっこあの作品のことじゃないですよ型無差別映画評論コーナーザ・シネマハスラーの時間です。先週のサイコロで当たった映画はこちら、ゴーストもう一度抱きしめたい。ほら半笑いはやめんか1990年のヒット作ゴーストニューヨークの幻を現代の日本に置き換えてリメイク。命を失いゴーストとなって最愛の恋人のそばに留まる女性の姿とその奮闘を描く、そのオリジナルでデミ・ムーアとパトリック・スウェイジが演じたカップルを、松島奈々子とソン・スンホンさんね、韓国の、方ですねが熱演ということです。はい、ということでリスナーからの皆さんからも感想をいただいておりますが、メッセージの量実は思ったより少なくはないというよりいつもよりちょっと多いかもぐらいだそうです。ありがとうございます。というのはあれですね、リスナー枠で送っていただいた時のあれで劇場内で爆笑が起こっているらしい、さらば愛しの大統領より爆笑が起こっていたという情報に興味をそらえた人が多かったのでしょうかと、いうことです。でメッセージ全体の傾向なんですが、生温かく見守っているといった感じ、演技や設定のずさんさ、脚本や演出の不備、そもそも企画自体の謎っぷりなどに突っ込む人は多数なんですが、全体的には激怒というより生温かく見守っているという感じだそうです。はい、皆さん、リスナーの皆さんありがとうございます。じゃあちょっと代表的なところね、ちょっと今日は言いたいこともいっぱいあるんで時間もしてますんでサクッといかせていただきますね。シャア専用物産、です。大爆笑必至という噂を聞いて期待していた分、ハードルが高く上がりすぎて、正直思ったほど笑いませんでした。はい。ただ、全く笑えないというとそういうわけではなく、記号のような、薄ら寒い演技しかできない松島奈々子、異国の地ということで、いつも以上に頑張る、ソン・スンホンさん。そして脚本を見た途端、これはダメかと判断したのか、もう好き勝手に演技する、キキキリンの3人が繰り広げるアンサンブルが最高でした。猫を描いてるのかなと思ったらムーミンのシーンでは、私を含め二人しかいない劇場の遠く離れた席に座っていたおじさんの声が聞こえるほどの爆笑シーンでした。というね、ある意味今年一番の映画でしたというね、ことです。激怒テンションの方見ますね。ラジオネームカワウソさん。結論から申します。この映画僕の生涯最悪の映画ですっていうね、テンションの方もいらっしゃいます。ということでちょっとメールいただいてて全部目をちゃんと通します。ありがとうございました。はい、ちょっと今日はね、早速行かせていただきますね。はい。まあ、改めて言いますけど、言わずと知れた、まあ、世界的な大ヒット作、1999年の世界的大ヒット作、アメリカ映画、ゴースト、ニューヨークの幻の、まあ、この今回の企画の、そのね、リモークというアジア版リメイクってことですけど、まあまあ、日本のリメイクだよね。で、で、一般的にその元のゴースト、ニューヨークの幻のイメージっていうのは、要はあれでしょ？デミムーアとパトリック・スウェイジがろくろ回しながらイチャつくやつでしょっていうね。で、今ちょっと流れてましたけどね、ライチャス・ブラザーズのアンチェインド・メロリーっていう曲です。オーマイ・ラブっていうのが流れるって、あれでしょっていうイメージは、大方の人が持ってると思うんですよね。で、しかもそのイメージが散々いろんなところでパロディーになったこともあって、ちょっとこう、今となっては笑っちゃう感がちょっとあるタイプの映画だとは思うんですけど、それこそその、今回のゴースト、ニューヨークの幻の監督の、ジェリー・ザッカーっていう人はね、ザッカー兄弟の弟ですから、裸のガンを持つ男、パート2では、こっちの、ゴースト自体のパロディーもやってたりするというね、まあちょっと複雑な構造になってますが、はい。もともと油断ならぬやつが撮っているっていうのはありますけどね。で、という意味で、ゴーストもちろんその有名作ですし、大ヒット作ですけど、元自体が、名作っていうのとはちょっとやっぱ違うと思うね。ちょっとその名作って言い方ははばかられる。ちょっと変なバランスの映画なんですよ、もともとね。面白いは面白いですけど、はい。どう変なバランスかっていうと、例えば、さっき言った超有名なその、ろくろのシーンも、実は本筋とあんま関係ないんですよね、あれね。はい。単にその二人の仲良さを最初の方で示しておくという、ろくろプレイなんですよね。ろくろの前でその仲いい同士がプレイですよね。あんなその泥で汚れたのでエッチしたらちょっとね、汚いんじゃないかなって思うんですけど、はい。で、
まあ、あと、ウーピー・ゴールドバーグがね、その、霊媒師なんですけど、で、それを通じて、後半、その盛り上がりのところで、二人がこう、霊が、ウーピー・ゴールドバーグの体を通じて、二人が再び触れ合う、触れ合いシーンがあるんですけど、ここは、いい場面ですよっていうふうに、撮ってるんだけど、まあ、要するに、よく考えると、これって、パトリック・スウェイジとウーピー・ゴールドバーグがイチャついてるっていう絵面なんだよねっていうことを、よく考えると面白いねっていうことになっちゃったりとか、だったりします。あと、まあ、その、オチの部分もね、なんかいろいろ言いたことあるんですよ。この終わり方だと、要は、現世で残されたそのデミ・ムーアとウーピー・ゴールドバーグは、そのなんか逆に危ない立場にならないこれみたいなのと思ったりするんですけど、まあそんなのはいいや。ということで、そういう、よく考えるとな、みたいな違和感は結構多々ある映画ではあるんですね。ただ、まあ、さっきそのジェリー・ザッカーが監督だからって言いましたけど、基本はどっちかというとこれ、コメディなんですよね。サスペンス風味のコメディなわけですよ、それは。で、恋愛要素っていうのはあくまでそのキャラクターのモチベーションの部分なんですね。話の推進力の部分であって、メインじゃないと。で、だからそのろくろの場面からイメージされるのは、実はそのベッタベタな恋愛ものでは全くないんですよね。はい。で、そのサスペンス風味のコメディとしてはまあ十分楽しいし、あとやっぱその改めて見直してみると、やっぱ大きな魅力として、当時、1990年当時の、その俳優たちのその旬の勢いとか、輝きをうまく捉えてるっていうところは大きな魅力としてやっぱ確実にあるなと。実際これでそのね、主演の二人とか、ウーピーゴールドバーグスターになってったわけだし、例えばその、パトリック・スウェイジが、俺死んじゃったんだってこう気づく時の、あの表情とかですね。まあ、パトリック・スウェイジさんね、実際昨年ちょっと亡くなってしまいましたけど、あと、例えばデミ・ムーアもね、あ、デミ・ムーア結構いいなって思っちゃいましたね。やっぱり。彼の霊はあなたの隣にいるよって言われて、そっちの方向を見るんだけど、どこにいるかわかんなくて、目が泳ぐ演技とか、ああ、なるほど。これね、これがあるとないとじゃ大違いっての今日お話ししますけどね。まあ、ウーピー・ゴールドバーグも、まあ、カラーパープルとか主演してましたけど、まあ、コメディ女優としてっていうのを、ね、知らしめたのはこの作品からだし、あとその脇の部分でも例えば地下鉄のゴーストがいるんですね。結構重要な役で地下鉄のゴーストを演じる顔を見ればみんなこの人かってわかると思うけど、ヴィンセント・スキャベリさんって人がいて、この方ももう亡くなっちゃいましたけど、結構難しいバランスの役をやってて、でこの難しいバランスがこの物語上大事なんだよっていうのもちょっと後ほど話しますけど、まあそんな意味で俳優さんがみんな魅力的というのがあったりして、なのでまあ当時大ヒットして、あまりにも僕はちょっと確かに過大評価はされてた嫌いはあると思いますけど、で、そういう意味で今から見ると突っ込みどころは多い映画だなと思いますけど、やっぱまあ、やっぱそれなりにちゃんと面白いなという、映画ではあると思う。変なバランスなとこもあるけど面白いなという映画なんですよ。で、元がそうなわけじゃないですか。で、それをね、20年後の今、まあそのアジア通貨日本でリメイク、で、その主演が松嶋菜々子さんで、相手役に、人気の韓流スターのソン・スンホンさんっていう、で、幽霊役をちょっと男女逆転しました、なんていうのを聞くとね、正直その、やっぱ大丈夫って思うわけで、元だってその完璧な作品じゃないのに、大丈夫と。話だけ聞くと、そのオリジナルのその危ういバランスみたいなのが、今となっては微妙なところみたいなのをきちんとちゃんと練り直した上でのリメイクなのか、なんか、こういうのいいっすよね的な企画だけが先行した、完全空っぽ映画にならないかって危惧を普通こう感じますよね。普通はこれ聞いたら感じますよ。はい、本当にその通りの映画になってます。どういうことになってるかというと、オリジナルからは大まかな展開、ですね、大まかな展開と、あとはそれこそ例えばろくろのシーンとか、そのさっき伺ったアンチェインドメモリーといった、そういうみんなが思うゴースト的な記号っていうのを本当にね、ざっくり持ってきて、オリジナルから。で、ところどころは適当に、まあ今の日本の女性観客とかにはね、こういうのがウケんじゃないですかみたいな方向にちゃちゃっと変えるとこは変えてみたいな。で、その結果どうなったかっていうと、いいですか、オリジナル版で良かったところは消え、オリジナル版の微妙だったところがより強調され、で、大体同じような話ではあるのに、なんでこんなつまんなくなっちゃうんだろう、もしくはなんでこんな貧乏くさい映画になっちゃうんだろうっていうことになってる。そうか、映画っていうのはなんかそのお話、ざっくりしたお話で決まるんじゃないんだ、お話で決まるんじゃないんだっていうところに思いが至るという、大変ありがたい作品となっております。うん、でね、オリジナルではその二人がその始まりの部分でもうすでに長い付き合いだ。で、それが同発生し始めっていうところから始まるんですけど、今回のそのリメイク版は、まあ出会いのところから始めてるわけですね。まあ、
部屋の様子をこうぐーっとこうゆっくり撮るとこから始めるとことか、一応オリジナルのちょっとオマージュっぽく始めてると思いますけど、でその松島菜々子がベッドになんか裸っぽい感じで寝てんですよ。で昨日の夜の記憶がなくて、でリビングでコーヒー入れてくれてる、まあそのハンサムがいるんですけど、それにいきなりビンタするっていう、まあ悪い意味でその漫画っぽすぎるというかね、行動を取ったりなんていうのがあったりとか、その後松島菜々子さんが社長だと、でその社長描写っていうのも本当にチープさ社長この件はってこう歩きながら聞いて今度の役員会にとかねああいうとこでさ、例えばすごくさあの、ね、儲かってる企業です、でっかい企業ですっていう時の描写でさ、会社のロゴとかの時点でさ、絶対この会社が儲かったりしねえよって思うロゴとかってこの映画に限られたけどない。まあいいや、そのね、でそういうのがチープだとか、あとは例えばで実は昨夜 あんた酔っ払っててこんなことしたのよ、あーこのあーって気づくとこのねチープな演技感とか、噴水のとこではしゃぐ出ると、松島菜々子さんがでこうやってこうやっておーっと転びそうと思いきや、そこにパッとねもう白いシャツをピチーッと着こなした、孫寸本さんがカーッとキャッチするんだけど、その直前にその引きの絵があって、その引きの絵では誰もいないのにキャッチするから、お前どっから出てきたんだよっていう瞬間移動したようにしか見えないとか、まあその噴水でなんかその水がかかってキャッキャービショビショになりながらアハハーとか、そういうとこもあの全部がトレンディードラマのチープななんかパロディーにしか見えないとか、そういうのはねこれから言うことに比べればどってことないですはい、てか時間ないからこの辺までちゃちゃっといきますけど、もうそのようなしょうもないな、もうわがそういうことなんでしょう、しょうがない、諦めるけど、その辺はなんかその松島さんとね、その寸本さんがまあ今回は出会いからだから、どんどん打ち解けていくわけですよね。で謝りに来るわけです、この昨日ビンタしてごめんね。で打ち解けてくんだけど、そこでろくろシーンが来るわけですね。まあろくろシーンが来る位置はそんなに変わんないですよ、オリジナルと。でもだいぶ違いますよね。もともと親しい2人がプレイとしてやるろくろじゃなくて、この2人はまだくっついてないんですよ。まだ恋愛関係と認識してない、初めて恋愛関係になるのがろくろのシーンなんです。つまりね、あなたも回してみますかみたいなこと言ってでろくろ回し始めたら、後ろから手回してもっとゆっくりみたいなこと言ってるんですよあの元は恋人同士のプレイ、元でさえちょっと気まずいスケベさがあったのに、スケベなプレイだったのに、これ完全に行き過ぎたエロ行動にしか見えなくなってあの昨日の松島菜々子のビンタは正解だったみたいなエロ野郎にしか見えなくなっちゃってるわけですよね。これもうそのなんていうかな、完全にオリジナルでさえ微妙なちょっとおかしなバランスのシーンだったのに、余計正気な沙汰じゃないことになっちゃってると。さらにそこになんかもう、まあ、そう聞いたムーミンをなんか書くとかね、いろいろあるんですけど、これねろくろのシーン、もともと脚本になかったのを監督の意向で後からやっぱり足したっていうふうにインタビューで言ってました。やっぱりろくろがないとゴーストじゃないだろう、その考え方はわかりますけど、入れりゃいいってもんでもないですよっていうとは言っときたい。でしかもですね、このろくろシーンがなんかみんなそこですっかり気まずい思いにしたところで、ベッドにシーンになるんですけど、まあ軽い感じのベッドシーンになるんですけど、でさすがにここであの孫寸本の体はさすが韓流スターというね、てか孫寸本さんのかっこよさもうそれは素晴らしいですよ、かっこいいと思いますけど、なぜかそのベッドに行ったらそのタイミングでさっきのアンチェインドメロディーが、しかもそれがあの平井堅さんバージョンですね、オリジナルじゃなくて平井堅さんバージョンが流れるわけです。そもそもそのなんでそのアンチェンド メロディーがオリジナルで流れるかというと、その部屋にオールディーズのそのシングルが入ったジュークボックスがあるっていう一応のその理由があるわけですけど、今回なんでここでアンチェンドメロディーが流れるかっていうと、それはただひたすらオリジナルのゴーストで流れてたからっていうだけですよね。だったらなんでろくろのタイミングで流さないの、全く意味がわかんないし、ま100歩譲ってろくろのタイミングでアンチェンドメロディー流したら、それこそパロディ的なイメージがつきすぎてって笑っちゃうからってことかもしんないけど、だとしたらやんなきゃよくないっていう中途半端なんですよ、オマージュの仕方がね。でしかもこれは本当に平井堅さんのせいでは全くないです。むしろ平井さんはあの飛んだあれでしたねと思います。このバージョンが悪いわけでは全くないですけど、やっぱりカバーバージョンゆえに歌が流れ出してきた途端、僕らみんなが何度も何度も聞いた曲ですから、やっぱ流れ出してきた途端すごく違和感がある。でその違和感かける、そのやっぱりそのアンチェンドメロディーかけるんだっていうこのベタなゴースト感演出によってどうしても若干の失笑ムードが失笑のムードが劇場に漏れ始めてしまう、これもう平井さんもね飛んだ迷惑だと思う。平井さんのバージョンが悪いわけではないですということで、この映画ですね、全体にことごとさように、オリジナルから変えるところ
オリジナルから引き継ぐところ、どちらもちゃんとなぜそうするかの必然性が考え抜かれてないから、なんだか間抜けになったりとか、あるいは台無しになってるってことが多数出てる、ということですね。例えばほら、あの片方が愛してるって言ってるのにもう片方はなんか別の言い方でごまかす、ちゃんと愛してると言ってくれ、あるいはその幽霊になっちゃうかからすれば、ああ、あの時ちゃんと伝えとけばよかったっていう展開はオリジナルでありますね。ただオリジナルであるのはあれは要するにパトリック・スウェイジ男側の野暮天な男も照れ隠しなわけですね。リトっていうのはね、同じくっていうのは野暮天な男も照れ隠しとしてあって、あんな照れ隠しなんかしないでちゃんと愛してるって言えばよかったって後の後悔につながってくるんだけど、それはね、どういうことかっていうと、デミ・ムーアさんはその陶芸家で、まあ、この陶芸家って設定はそんなに実は必要ないんだけど、まあアート思考でおしゃれなデミ・ムーアと野暮天のパトリック・スウェイジ、二人はミスマッチで趣味も全然違うんだけど、でも仲いいっていうところによりこの二人の特別性が際立つ構図になってるわけですよね。なのに今回はいいですか、この立場の男女を逆転します。要するになかなか愛してるって言わない、サランヘヨに対してアルゴイッソヨですか、と返すという松島奈々子さんが、私、知ってるわって返すっていうのは松島さんの理屈、こんなこと言います。自分の思いをそのまま口にすると今の幸せが逃げてしまいそうだからって、どういう理屈、理屈としておかしい、なんか納得、全く納得じゃない。ちなみに今の幸せが逃げそうだオリジナルにもあるセリフですけど、全く別の場所、そして別の理屈のところにあるセリフなんで、ここにいきなり持ってくると、はぁ、あんた何言ってんのってことになりますよね。でそもそも今回のリメイク版、その松島さんとこのソン・スンホンさんのカップルですけど、さっき言った、まあ、非常に見事な美男美女カップルなのは間違いないと思いますけど、そのただただ見事な美男美女カップルというだけで、さっき言ったような、その例えばミスマッチゆえに余計この二人の特別さっていうのが際立つような感じはないわけですよね。少なくともこの組み合わせによって起こったマジックみたいなあんまり感じさせない、残念ながら。なので例えばその途中でね、二人がこう愛を育んでいく過程で諸々の出来事があるわけです。でその出来事が後で、その松島さんがゴースト化してから二人しか知らないはずの出来事として伏線になっていくっていうのがあるわけですけど、まあこれ自体が悪いとは言いませんよ。ただオリジナルだとここね、後々二人しか知らないことっていうのは観客の我々の知らないことなんですよ。あの時赤プルなんとかでなんとかだった写真がとか、僕らも知らないことなわけです。だからこそこの二人には分かってるらしい、つまり我々も知らない二人の長い歴史を感じさせる作りになってるから、やっぱりそこでさらに二人の特別感がものすごく際立つ作りになってたと思うんですけど、今回の場合ね、その二人が愛を育む過程が後に生きるのはいいんだけど、逆に映画の中の体感時間として、ついさっきそのネタ伏線として振られたことを回収していくだけなので、割とその話のスケールとしては小さくなってる、恋愛のスケール感が小さくなっちゃってるってとこもあると思う。でまあまあいいよ、そのこれ幸せの絶頂一歩手前で死んでしまいました、でゴーストになりましたっていう先は比較的そのオリジナルの展開に近づいてはいくんです。なんだけどそれだけに今度はね、そのアラがどんどん目立ち始めていくわけですね。どういうアラか、オリジナルだと例えばね、自分を殺したやつをつけていくわけですね、ゴーストになったらが。でその過程で例えばそのさっき言った地下鉄のゴーストに会う、これがまた後の伏線になるわけですけど、っていう展開があったりするんだけど、今回のその殺した犯人はあのバイクで移動してるんですよ。で事務所にパッと行ったら、なのであのゴーストの松島さんがまた瞬間移動したように見えちゃうっていうね。まさかね、その脚本の佐藤ね島子さんがね、あの大和も脚本も書いてますからね、あのワープもこっちに混ざっちゃったとかそういうことじゃないと思う、とかは全然どうでもいい方なんですよ。問題点、個人的に今回のリメイクでアホじゃねえかって大きく思った改変ポイントが3つあります。アホじゃねえのか、まずオリジナルのゴーストニューヨークの幻で一番盛り上がるところってどこだと思います？あのそれはですね、まあその恋人が死んでしまった悲しみに暮れで、ウーピーゴールドバーグがこうあなたのね、そのあれが霊が話しかけてきてるわよって言うんだけど、途中で警察からこいつは詐欺師だって言われて、ウーピーゴールドバーグのことも信用できなくなって、もう何を信じていいかわからない状態になっちゃったデミムーア、もうほとんど呆然自失状態ですよ。その呆然自失状態につけ込んで、よりによって一番悪いやつがデミムーアのその弱ってるのにつけ込んで言い寄ってるくるという場面ですね。逆に言えばデミムーアはもう演技的にもシチュエーション的にもそうなっても、要するにこんないいこいつに言い寄られてつけ込まれても仕方なく見える状態までいってるわけですよね。でここがポイントなんですけど、よりによってこいつが言い寄られて落とされかけちゃうっていうところを、幽霊であるパトリック・スウェイジもそして我々観客もそれをムザムザ見てるしかないっていうところですよね。ここが一番のポイントなわけですよ。ムザムザ見てるしかない、だからこそその見てるしかないっていう感情がマックスにいってやめろってなった瞬間に、あ、
ゴーストなのに俺物になんか触ることができたっぽい、動かすことができたっていうことですね。で、動かすことができたからデミムーンもあって我に返るという展開になる。そしてパトリック・スウェイジが動かすことができるんならっていうんで、さっきの地下鉄のゴーストにどうやったら物を動かせるんだっていう教えを請いに行くという展開が全て自然にいくわけですよね。なんだけど、はい、アホじゃねえかという今回のそのリメイクの改変、いいですか。まずソン・スンホンさんがね、まずさっきデミムーンが超弱ってる状態なんか大事って言いましたけど、一貫して毅然としたいい男のままなんですよね。で、言っちゃえばこのソン・スンホンさんのキャラクターが、まあそのスターとしてのイメージを崩さないためなのか分かりませんけど、あまりにも理想化された男性像のままで揺るがないんですよ。だからキャラクターに全く深みも厚みもないし、感情移入もしにくいキャラクターになっちゃってる。あとはね、やっぱり全体的に男女が逆転したせいで、前は、男の幽霊が、現世で生きてる恋人を見守ってるから、その例えば悪感が来た時に危ないみたいなサスペンス感がやっぱり強まったわけですけど、今回結構ガタイのいいね、やっぱり韓国の人は体つき違いますねっていう男が生き残った側だから、ちょっとね、ナイフ、細いナイフ持ったやつがその辺うろちょろしてたって大丈夫じゃねっていう感じがしちゃう。サスペンス感は薄れる傾向がある。で、まあいいや、そのね、ソン・スンホンさんが、まあ、危うさがないと。全然呆然実質的な危うさがないから、その、今回における一番悪いやつから誘惑を受けても、もう全然惑わされそうもないし、実際全く惑わされないわけですよ。そして何より俺のアホじゃねえかと思ったポイントはこの場面ね、惑わされそうになる、でも惑わされそうじゃないんだけどね、という場面で、いいですか、松島ゴーストが見ている、そこをむざむざ見ているしかないって描写もないんです。透明状態なわけですね。で、花瓶がポロンと落ちるだけなんですよ。つまりさっき言ったような、この映画で、この話、この物語で起こり得る最大のエモーションのポイントを捨てちゃってるんですよ。はい、なんでこんな改変をしたのか全く謎ですね。はっきり言って意味がわかんない。はい、あとですね、その後でどうやったら現実に干渉できるか、要するに物を動かしたりできるのかっていうのを教わりに行く相手、さっき元だと地下鉄ゴーストに襲われに行くって言いましたが、今回は、病院に子供のゴーストがいて、それに襲われに行く。まあ子供に変えたからいけないというわけじゃないんですけど、でもね、こういうこと、ここもね、子供ゴーストもただ可愛い、要するに善のキャラとしてしか描かれないので、オリジナルのね、その地下鉄ゴーストのような、要は物の動かし方を訓練してくれて一瞬親切になったんだなっていう風に見えるけど、結局やっぱりまともじゃないってところに戻ってくるわけですよね。つまりここの描写がなんで大事かっていうと、やっぱり地上をさまようゴーストのままでいちゃいけないんだという、主人公の動機づけの強化になるわけですね。このキャラクターのバランスがあるから。だから子供があんな可愛いまんまでいたら、別にじゃあゴーストのままでずっと見守ってりゃいいじゃねえかってことになっちゃうわけよ。はい、だからダメなんです。これじゃあこの点で明らかに弱くなってるってことですね。はい、アホじゃねえか解約ポイントですけど、もう一つですけどね、さっき言ったあれ本当はウーピーゴールドバグとイチャついてるってことになっちゃうよなっていう場面ね、触れ合いシーンですよ、その霊媒師、を使ってね。オリジナルでもそのよく考えると笑っちゃうよねっていうポイントとして目立つポイントですね、後からゴーストのこと考えると。なのに今回それがカバーされるどころかより強く意識されちゃう、つまり笑っちゃう作りになってるんです。これどういうことかっていうとね、霊媒師でやる、今回はそのウーピーゴールドバーグなんかをキキリンさんが演じますけど、なんかその本当に霊の声を聞いてくれるらしいっていうんで、本当にその元々はインチキ霊媒師だったのに本当に霊が集まってきちゃって、わあ困ったわっていう場面、でその下りで、例えば霊の一人が勝手に体にその、霊媒師の体に憑依しちゃって、それが後で主人公たちのその触れ、さっき言った触れ合いシーンにつながっていくという、この下りは同じなんですけど、オリジナルだとその亡き旦那の霊っていうのが乗り移って、でそうすると奥さんがあなたってね、その旦那なら言いそうなことを言うから、あなたっつって、でそのあなたと話すような、つまり親しい人にはちゃんとその人に見えるっていう描写になる。でなおかつ身体的接触はないです、ここでは。旦那がお前その髪なんだ、要するになんか新しいね恋人がなんかいる横でなんか保険にサインしてみたいな、そんな話ですよね。ちょっと毒気のある展開になってて、で体からその抜けると、霊が抜けると、抜けた後の霊が一定時間動けなくなるっていう設定がちゃんと言葉になってるわけです。動けないみたいな言葉があって。ところが今回どうなってるかっていうと、ここも男女が逆転してて、宮川大輔さん演じる旦那の、最愛の奥さんが幽霊で、で、その奥さんが霊媒師に乗り移る。で、奥さんが会いたかったわ、あなたって熱烈にチューしようとするんだけど、結局その宮川さんがチューされそうになったところで、要は見た目がキーキリンさんでばあさんだから気持ち悪いみたいなこと言って突き飛ばす。
で、で奥さんの霊がバッと体から出る。そうすると奥さんが床に倒れて動かないんだけど、その憑依した後は動け一定時間動けなくなるよっていうセリフ上の説明がないので、単に動けないだけに見えるわけです。これクライマックスの展開にも不親切だし、どう見えるかというと、単純に奥さんの霊の思いが無限にされただけに見えるわけですね。単純にコミカル風な演出だけど、単純にシーン自体がなんか不快な後味を残す作りだし、あと何がまずいって、この描写を入れたことで霊が憑依した場合、状態霊媒師に霊が憑依した場合でも、見た目はきっちりキキキリンのまんまなんだっていう風に観客にわざわざ改めて意識させるような作りをしちゃってるわけですよ。だからこの後のその触れ合いのシーンが本当に失笑させるためのシーンみたいになっちゃってるわけですよ。キキキリンなんだよこれ本当はって気持ち悪いと思いながら抱き合ってんだよこれきっとみたいに見えちゃってるわけですよ。わざわざこれを変えたことでアホかっちゅうことですよね。何のためなんだっていうね。あとですね、最後、主人公が、霊が別れを告げるシーンで、なんか夢落ち的な処理にしたのも本当論外だと思います。要は、そこまで見えなかった相手が本当に見える。うっすらとだが実在を確信できるっていうところに、この話の盛り上がりがあるんで、で、だからこそさっきのデミムーバーが横見ても見えないから目が泳ぐとかの演技が生きてくるんですよ。そこにいるって分かるとこが感動的なわけで、これ二人が夢の中的な演出でがっちりこんな出会っちゃってるから、この話全体の意味がなくなっちゃってるよってことなんだよね。あとね、この最後の別れのシーンを、要するに霊は本当にいるんだって目で見るところを霊媒師と一緒に目撃するんでなければ、この霊媒師役は結局いろんな迷惑かけられた逆警察沙汰に巻き込まれただけのキャラクターになっちゃいますよね。役としての扱いがずさんですね。はい、ということがあると思います。なんですが、はい、いろいろ述べてきましたが、今まで述べてきたようなことは、要はロジックとしておかしいって部分ですよね。でも実はこの映画のやっぱりダメなところってはね、そこじゃないんですね。一番ダメなところはロジックの部分よりもっとダメなのは、絵面とか演出がなんか全体に安っぽいっていうところなんですよ。これ言っちゃうともう身も蓋もないから言わないけど、その前半部のさっきのね、トランディードラマのパロディ風だって言ったけど、そういう部分なわけですね。やっぱね、あの、例えばその社長90年代ならいざ知らず、そのパソコンのさ、あの扱いですよね。社長級の前のパトリック・スウェイジはまだ銀行の一銀行員だったから、まだそれで90年代だからまだパスワードうんぬんいいけど、社長級が知っとくべき重要なパスワードを今時そのメモするな、でそのここにメモしたのって見せんな、でその辺に置いとくなとかね。あとあのパソコンの画面でこうガチャ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 って脅しが出る、あれ90年代ならね、90年ならまだしもだし、しかもさ、そのさ、今回そこにその一番悪いやつがこうやってビビって悪いやつが何するかというと、やおらキーボードにガチャガチャガチャ、パスワード教えて、パスワード教えてってガチャガチャガチャ、何これな、何これ、ガチャガチャ、パスワード教えて、パスワード、びっくりしましたけどね。あれね、あとなんかそのチンピラの事務所ですよね、そのがあるんですよ。チンピラの事務所にのなんかね、後ろにね、拳銃のポスターが貼ってある中学生の部屋かみたいなのがあったりとか、あとその悪いやつがですね、そのね、がこうナイフを、このナイフがまたなんか珍妙に細いなんかナイフでこうやってそれチャラチャラしながらですね、携帯の待ち受け画面にそのソン・スンホンさんの写真を出してね、こいつ邪魔だなとか言って、それを松島奈々子が見ているというですね、一体何なのかっていう場面があったりとかですね。あとはですね、あのシュアリーサムデーとかの時に僕言いましたけど、公衆の面前で延々ヤクザが暴力を振るい続けられたりしないでしょっていうの、あんな人がいっぱい見てるところで延々うれうれってあとそのね、人がいっぱいのとこもそうなんですけど、そのロケの仕方みたいのもうちょっと気を使うべきですね。例えばクライマックスのなんか路地みたいなとこで、一応緊迫したシーンっていうはずなんですけど、いいですか、これ僕全然重箱だと思ってないですから、これ重要なことですよ。緊迫したその肝心のシーンで、後ろに赤っぽいピンクみたいな感じで、電光の看板で、なんか、ゆで揚げスパゲッティみたいなのがものすごい大写しになってるわけ。ゆで揚げスパゲッティうまいのかなみたいなさ、気が散るわけですよ。とにかく、そんな文字情報が。だからそこを映り込まないようにするか、看板はどかすか、そういう気遣いをしないと、これはね、映画にとって細かい話でも何でもないです。つまり撮影と絵作りの話だから、映画の話そのものですから、こういうのは、はい、あの気になるので、そういうのを入れない気遣いもないね。ということで、あの本当にね、その今回のね、そのリメイクにあたって、心からゴーストニューヨークの幻が好きで、あれがすごい好きだから、もしくはここをこうすれば良くなるからリメイクしたいっていう人がどっかにちゃんといて、この作品ができたっていうふうには到底見えないんですね。企画だけがそこにある感じっ
ていう。で、そこそこの体裁にしたっていう。あのね、見ていて観客としてこれほど虚しい気分になることもないですよ。本当に死んだ目です。なぜかというと作った人たちの死んだ目が見えるからっていうことですよね。はい。という意味でダサくとすら言いたくもない感じですね。本当に脱力するだけでした。ただまあ良かったのはオリジナルと見比べてやっぱり改めて AI にとって面白さとは何かみたいなことを改めて考える機会ではあったかもなということです。その意味では一応おすすめです。